こんにちは、日向陽一です。今回は、離婚回避の、悪い例ということで、一人で悩まないっていうことをちょっとお話ししたいと思いますね。ご主人から別れたりとか、もう無理とか言われたりとか、するときに、本当にパニックしてしまうというか、すごい、どうしていいかわからない。で一人でいろいろ考えてると、どんどん、どつぼにはまっていくというか、慌てふためいちゃうということがあると思うんですね。で、私のところに来られる方々はそういう形でカウンセリングに申し込んで来られるんですけど、誰かに相談するっていうことがすごい大事なわけですね。ですので、もちろん私のところにカウンセリング申し込んでくださってもいいですし、信頼できる、相談できる人に話を聞いてもらう、そしてアドバイスをもらうということがとても大切だと思います。ということで、離婚回避の悪い例としては、一人で悩んで、悩まないということですね、をお話ししました。では今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。